霊夢さん今回の機体なのですが。小生さん、ジオン広告のモビルスーツだよね。ザクをさらに強くすることをコンセプトに開発されましたが。主役機ガンダムの装甲をも切り裂いたヒートロッド。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが。ザクの経験を踏まえて開発されたモビルスーツとは、グフでございます。ジオンはより戦闘力の高い機体を必要としていました。そうして開発されたグフは伸縮自在のムッチンヒートロッドを装備された強力な機体となったよね。ザクよりも武装が強化されたグフはより格闘戦にも強くなりました。特に出てきた当初は守備攻撃ともに優れていて連邦軍モビルスーツを圧倒していたよね。そのグフを一番乗りこなしたのが歴戦の勇士ランバラルですね。彼はグフの性能を余すところなく引き出した名パイロットだよね。ラルはグフを使いこなし主役機ガンダムを何度も窮地に追い込んでいきましたからね。青いモビルスーツは数々の戦績を収めていったよね。グフは新たに開発された地球連邦軍のモビルスーツが戦場に出ることを防ぐためにジオン公国が開発した近接格闘戦に特化したモビルスーツですね。グフは基本的にザク2をベースにデザインを一新して特殊陸上専用の機体となったから近接戦闘用の各種特殊兵器を多数搭載しているよね。グフの頭部にはザクシリーズの司令官が最初にマークした角型のフルサイクルアンテナが標準構成としてグフの頭に装備されていますね。通信に加えて装備されたアンテナは爆撃航空機である土台はイエスとの連携戦闘も実現可能にしているんだよね。グフの特徴ってやっぱり武器のヒートロッドだよね。ですね、75mm のマシンガンとヒートロッドを備えておりますが、格闘兵器としてとても優秀な武器となりますね。加熱されていて相手を切り裂くし、さらに強力な電気ショックまでをも与えることができるので、敵にとっては致命的なダメージを与えてくる恐ろしい武器だよね。当時、量産型の花形であったザク2ですが、グフは速度、出力、近接戦闘能力、すべての点でザク2を上回っておりますね。でも、ネックもあったんだよね。本機のネックはコストがかなり高くなることですね。ですので、機体の全体的なパフォーマンスはコストの増加によって正当化されるほど大きくはなかったと言われております。ちなみにドムは量産化しやすい機体だよね。ドムは費用効果の高いユニット、より強力で機敏な動きもできることから、グフの生産はドムに比重が置かれたため、そこまで多くなされなかったようですね。生産期間はものすごく短かったけど、その中でもいくつかのバリエーションが限られた数で生産されて、ザクやドムと並んで世界中に展開されたんだよね。例えば、ブイッシュ・ドナヒュー専用機は、左手をマニュピレーターに換装しており、3連装 35mm ガトリング砲を搭載しておりますね。これは、現地で回収したようだね。それでは、ここからは、さらにグフの武装について、深掘りしていきましょう。グフ単機だけではなく、カスタマイズ系のグフの武装についても、取り上げていきたいと思います。グフの左手は拡大された指のような形をした5バレルの 75mm のマシンガンに置き換えられているよね。こちらはかさばって使いにくそうな外観をしておりますが、しっかりとシールドを保持することが可能であり、かつヒートソードや様々な銃を適切に握る能力をしっかりと持っています。そしてグフといえばヒートロッドだよね。グフの代名詞のような武器ですね。右前腕に設置された近距離兵器であり、この引き込み式ケーブルは敵のモビルスーツと接触すると高電圧の感電を引き起こし、内部システムに損傷を与えます。そして、パイロットにも多大なダメージを与えると。ですね。さらに、ヒートロッドは加熱して切断特性を与えることもできますね。そして、さらなる近接用の武器であるヒートサーベルだね。
もともとグフシリーズのために開発された近接武器ですね。ザクのヒートホークと同様にヒートサーベルには切断能力を高めるために高温に加熱される刃がついていますね。元から武器の刃は形状記憶処理が施されたポリマー化合物で構成されているんだよね。使用しない時や加熱する時には武器のグリップ内に保管され、グリップから拡張してヒートサーベルの形状になりますね。武器の刃はポリマー化合物でできていたけど、後により製造しやすいセラミック材料に置き換えられたんだよね。さらにヒートホークは斧のような形状をしている近接武器ですね。熱エネルギーはヒートホークのブレードを加熱するために使用されて、敵の軍艦やモビルスーツの鎧を切り裂くことができるくらい威力が高いよね。ブイッシュ・ドナヒューによって操縦されたカスタマイズ版のグフでは、右前腕のヒートロッドがヒートワイヤーに置き換えられていますね。グフカスタムで最初に採用されたヒートワイヤーは細いケーブルに取り付けられた磁気グラップラーだよね。そして右前腕にはるかに長いヒートワイヤーを格納し、武器の到達距離を大幅に伸ばすことができるようになっていますね。ヒートワイヤーは電力を放出して敵のモビルスーツを無効にすることができる効果を持っているよね。ですね。これは熟練したパイロットの手で建物や敵ユニットにぶら下がりながらグフが奇襲攻撃を開始する時間を作る用途でも使われますね。もう一つ、カスタマイズされたグフだとマニングが操縦するのもあるよね。この機体に装備されているのは、遠距離攻撃用に左前腕に取り付けることができる3チューブミサイルランチャーですね。この武器はザクデザートタイプやゲルググキャノンで使用されている武器に非常に似ております。それにしてもグフって開発されたのが少し早すぎたのかな。グフのコンセプトは悪くなかったと思いますし、後継としてガルス J や格闘戦士隊のモビルスーツとしてキャン・アールジャジャなどが生まれたことを見れば、極地戦兵器として有用だったと思います。もしか機が充実するか、あるいはジオンでもビーム兵器の小型形態化が実現するか、あるいは地上戦がもっと長引いていればより活躍していた可能性が高いと思います。グフが主力を張っていた007K9 の3月から10月頃はまだ連邦にモビルスーツがほとんどおらず、敵は戦車や航空機近接でしたので、近接格闘オンリーでは分が悪かったのだと思います。連邦側でジムが陸戦に投入される11月頃にロールアウトで、相応に性能が高い機体として完成していれば、お話はまた違ったものになっていたのかもしれません。なるほどね。そういえばランバラルのグフだけど、両手を切断された後にガンダムにタックルをして、そこをビームサーベルで背中からブスッとやられて爆発するけど、両手を切られた時に逃げればまた戦場に復帰できたのかな。おそらくはキシリアの支配下の地域ではザルタイにドムが補充されなかったように、十分な補給も受けられない状況で、グフの本来の近接戦武装、左腕のフィンガーバルカン、右腕のヒートロッドは装備できず、代用でザクの腕を有用でアムロ登場のガンダムとは対等に戦うことはランバザルの操縦技術をもってしても難しかったと思いますね。はい、今回はグフについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。